安倍首相、日本共産党平井子です。なんだかエネルギー基本計画今月中に閣議決定できなくなったそうですね。当たり前です。この2年間ずっとここの場所で原発いらないって声上げてるんですから。この間も福島では全59市町村で廃炉の決議が上がったんです。こうやって日本中に広がっている原発ゼロの声が聞こえないとは言わせないぞ。断じて事故を起こさないためにも原発再稼働は認めない。廃炉にするまで声上げ続けて頑張りましょう。コールします。再稼働反対、再稼働もちろん安倍首相も再稼働ではなくて